スーパーラグビー、スーパーラグビーは、ニュージーランド・オーストラリア・南アフリカ共和国、アルゼンチン、日本の5カ国、計1 5のクラブチームにて行われる、ラグビーユニオンの国際リーグ戦の賞である。最多優勝は、クルセーダーズの10回である。南アフリカ共和国、ニュージーランド・アルゼンチン、オーストラリアの合弁事業であるにより運営される、ラグビーの国際リーグ戦。 ソンザーはザラグビーチャンピオンシップ運営も担当する。毎年2月から7月までの21週間にわたり、期間限定のスーパークラブを編成。南アフリカ共和国、ニュージーランド、オーストラリアの各国ごとにカンファレンスを構成し、レギュラーシーズンとして各チーム16試合を行う。各カンファレンスは5チームからなる。その内訳は同一カンファレンス内では、 ホームアウェイで各チームが8試合、異なるカンファレンスとは4試合ずつ、異なるカンファレンスでは1チームずつ対戦しない相手がいるの計試合である。各週5から7試合が開催され、期間中各チームは5週、5試合休み、計120試合が行われる。各チーム8試合が本拠地開催となる。各カンファレンスの勝ち点、ポイントと、 ボーナスポイントを合わせた総価地点数1位と残り12チームのうちの総価地点上位3チームがファイナルシリーズに進出しプレイオフトーナメントを行う。総価地点数の1位と2位がシードとなり3位から6位のチームが準決勝進出決定プレイオフを行う。3位決定戦は行われない。18チームに増加したことを受けてカンファレンス構成を変更した。 南アフリカグループ、オーストラリア NZ グループの2つに対別し、さらに南アフリカグループ内では、アフリカカンファレンス1、4チーム、アフリカカンファレンス2、4チームの2カンファレンス、オーストラリア NZ グループ内では、ニュージーランドカンファレンス5チーム、オーストラリアカンファレンス5チームに分けた。レギュラーシーズンとして、各チーム15試合を行う。 南アフリカグループのチームは、所属カンファレンス内で、全チームと、ホームアウェイ戦を、実施、6試合し、グループ内の別カンファレンスチームとは1回ずつ、対戦、4試合、オーストラリア NZ グループのうちの5チームと、各1試合対戦、5試合する。オーストラリア NZ グループのチームは、所属カンファレンス内では全チームと対戦、うち2チームとは、ホームアウェイ。 6試合、グループ内の別カンファレンスのチームとは5ミ、南アフリカグループのチームとは4試合対戦する。各カンファレンス1位の4チームとワイルドカード4チーム、南アフリカグループは各カンファレンス1位を除く6チームで、勝ち点が一番多い1チーム、オーストラリア NZ グループは各カンファレンス1位を除く8チームで、勝ち点の多い上位3チームの、計8チームが、 ファイナルシリーズに進出し、プレイオフトーナメントを行う。2018年シーズンから、スーパーラグビーのチームを南アフリカから2チーム、オーストラリアから1チーム減らし18チームから15チームになる。ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカの3つのカンファレンス、各語チームに再編され、アルゼンチンのジャガーズは、南アフリカカンファレンスに、日本のサンウルブズは、 オーストラリアカンファレンスに所属することになる。各チーム同じカンファレンスのチームとホームアウェイで8回対戦し、残りの8試合は別のカンファレンスのチームと対戦する。ファイナルシリーズには各カンファレンス1位の3チームと5つのワイルドカードチームの計8チームが出場する。2021年シーズンより日本のサンウルブズがリーグから除外され、 14チームによる総当たりのリーグ戦を行う予定。オーストラリアでのラグビーリーグ13人制ラグビー RLF 人気に対抗するためニューサウスウェールズラグビー協会の招待試合を始まりに1986年から1991年まで開催された6チーム参戦のサウスパシフィックチャンピオンシップに期限を持つ。当時の参加チームはオーストラリア。 ニューサウスウェールズ、クイーンズランド、ニュージーランド、オークランド、ウェリントン、カンタベリー、フィジーの6チーム。サウスパシフィックチャンピオンシップは1992年にトーナメント制御、スーパー6へ移行する。1993年に南アフリカとパシフィックトライネーションズの優勝国が新たに参戦する国際トーナメント、スーパー10が開催され、スーパー6から、 名称変更される。参加チームは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ、クイーンズランド、ニュージーランド、前年のニュージーランド州代表選手権、上位4チーム、南アフリカ、前年のカリーカップ上位3チーム、パシフィックトライネーションズ、前年のフィジー、トンガ、西サモアによる、ラグビー国際試合の優勝国の、K10 チーム。 スーパー10は1993年から1995年までの3シーズン開催された。その後、オーストラリアとニュージーランドでのラグビーリーグの人気への対抗、また、南アフリカラグビーチームの強化を目的として、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの3協会による合弁事業としてが設立される。ソンザーは、1996年から2005年まで12、 チーム参戦の国際リーグ戦、スーパー12を開催。放映権売却による大型スポンサー契約を獲得し、期間限定のプロラグビーチームを結成。ラグビーの世界的な競合参加国による国際リーグ戦が開始された。当初はオーストラリアから3チーム、ニュージーランドから5チーム、南アフリカから4チームの、経営12チームが参戦し、国際、愚戦を展開したが、 2006年シーズンに新たににチームが新規参入したためスーパー14へと名称変更された。さらに2011年シーズンからレベルズオーストラリアメルボルンがただし参入するためスーパーラグビーとなった。そして2014年11月20日に2016年シーズン以降からのスーパーラグビーへの南アフリカチームのキングスと日本チームのサンウルブズと アルゼンチンチームのジャガーズの参加が決定し、18チームとなった。2016年からソンザーにアルゼンチンラグビー協会が参加し、ソンザーに会場した。南アフリカからはカリーカップ、南アフリカ国内の地域協会による対抗戦参加チームを母体とするチームがニュージーランド及びオーストラリアからは各国内の地域協会により編成れたチームが参加している。 また、2016年よりアルゼンチンを呼び、日本から各国協会が編成するチームが参加する。世界41カ国に中継され、1000万人以上が視聴している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。